赤津、そこの公園行ったことあったっけ？ちょっとまんまでいいですか？はい、あ、どうでしょうね。インスタで前さ、こう、分かれ道があるとこ、あそこ行けるんだ。そうそう、もうそこなんだけど、あ、そうですね、ここですからね。あ、そうそう、そうなんだ。これです、これです。いつもの公園、いつものっていうか、この辺で公園がたくさんあるからね。そうだ。よいしょ。世の中の人はね、一番頑張んなきゃいけない。そうですね。じゃあちょっと動きましょうか。行きましょう、行きましょう。店何時から？今日休みです。あ、そっか。あ、でもね、子供が一人で置いてかれるからあんまりゆっくりもできない。何時まで帰る？いや、まあ決まってないですけど、はい、嫁さんが仕事に。いや、それそれそれ、いや、もう間に合わない。大丈夫です。これすまんね。いや、もう一個の公園行こうか。城ではないです。絵に描いたような三段キノコ。川まで歩いてる。俺もあんまりもう時間がなくなってきてる気がするから、今ランチから今40分ぐらい。じゃあ急ぎましょう。自転車来てます。あ、すいません、すいません。そうそう、色も入り芋だ。あ、里芋だ。帰り寝てました。
これは多いわ。さすがに水が増えてる。すごいですね。これ怖いですね。もう。うわすごい、もうぐにゃり。あ、3人いたじゃん。ここにカメラ置いて。あ、いいね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。顔見えてますか？あ、いいね。あ、いいね。ここは千葉市花見川区花見川でございます。先日の雨で非常に増水しております。結構ギリギリです。でも流れは穏やかで、まあ、いやいや、これは流れは相当きついんだよ。これきつい方ですね。普段よりは、うん、あ、早いですね。早い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 し、波打ってないだけですね。あそこの木すごいことになってるんですね。あれは本当あれだね、15号の台風。そう、これだ。キボキになったんだね。今日はそんな自然の中から今昭和って言っちゃう。これ動画の最初っぽいけど最初ではない。もうむしろクライマックス、クライマックスぐらいで多分これ使ってるでしょ。以上かな。以上か、川からのレポートでした。これからうちが起きます。もっと早い時間だよ、散歩するとしたら。おじいちゃんおばあちゃんたちも。お年寄りはほら夜明けとともに。ああ、そうかそうか。我々で言うもう今11時ぐらい。そうだよ。そろそろ昼かな。もうカメラが回ったと思った途端にこいつ喋れなくなる。マッツンですみたいな。うざいうざい。もうダメだ。マッツンあれ言って、肉バル、肉バルって。え、違う、スノーキー。スノーキーだよ。俺も肉バルなんて言ったかなと思って。スノーキー、スノーキー。スノーキー。何って何みんな。せーの。言わんのかい。Yeah.